ボッテガ・ベネタは、イタリアを代表する高級ラグジュアリーブランド、ケリンググループに属する。1966年、イタリア北東部のベネト州で創業され、モンテベロ・ビチェンティーノにある18世紀建造のビラを改築してアトリエを設立。本社は、スイスのルガーノにあり、イタリアのミラーノとビチェンツァにもオフィスがある。細長い革素材をメッシュ状に編み込んだイントレチャートの レザーグッズが世界的に知られている。2016年9月、カルロ・アルベルト・ベレッタに代わりクラウス・ディートリッヒ・リヒラースが CEO に就任することが発表された。ボッテガ・ベネタは1966年、イタリアのビチェンツァにおいて、ミケーレ・タッテェとレンツォ・ゼンジェ・アロニーより創業された。二人がこの会社を立ち上げたのは、職人技を生かしたレザーグッズを製造。 販売することが目的だった。やがてボッテガベネタはイントレチャートと呼ばれる特徴的なレザーの編み込み技法を開発し、これが多くの製品に取り入れられるようになると、ボッテガベネタの代名詞として広く知られるようになっていった。ボッテガベネタが進化を遂げる出発点となったイントレチャートは現在もブランドを最も象徴する技法の一つであり続けている。 1970年代、自分のイニシャルだけで十分と銘打った広告キャンペーンがスタート。1980年代初頭になると世界を飛び回る著名人を多数顧客に抱えるようになり、その中にはジャクリーン・ケネディオナシスやファラ・パーレビトオヒも名を連ねていた。1980年にはアンディ・ウォーホルがボッテガ・ベネタの短編映画を制作している。 創業者のゼンジアーロと達定は1990年代に同社の経営から退いた。しかし1980年代になるとボッテガベネタの流星に陰りが見られるようになる。これは経営陣がブランドイメージの転換を図り、製品を BV ロゴで飾ることにしたためである。2001年2月。 経営難に陥っていたボッテガ・ベネタは1億5600万ドルでグッチグループに買収された。この年の6月、当時グッチグループのクリエイティブディレクターだったトム・フォードがソニア・リキエルやエルメスで活躍していたトーマス・マイヤーをボッテガ・ベネタのクリエイティブディレクターに任命した。製品のデザインや店舗設計から広告までクリエイティブ面での全権を任されたトーマス・マイヤーは ボッテガ・ベネタを本来の姿に戻すことを決意する。マイヤーはボッテガ・ベネタの製品を飾っていたロゴをなくし、ブランドの代名詞であったイントレチャートの編み込みを強調し、職人技を生かした製造というボッテガ・ベネタの創業精神に立ち戻ったのである。雑誌、ボーグはこのイメージチェンジを目に見えない財産が表に現れた恒例と表した。ボッテガ・ベネタは2005年2月に 初のウィメンズ・プレタ・ポルテ・ランウェイショーを2006年6月には初のメンズ・ランウェイショーを行った2006年4月には初のジュエリーラインが発表されインテリアやファニチャーのデザインも手掛けるようになっている2016年9月創業50周年を祝うイベントとしてミラノのブレラ国立美術学院でファッションショーを行ったこのアニバーサリーイベントは トーマス・マイヤーのクリエイティブディレクター就任15周年を祝うものでもあった。これまで数多くの有名フォートグラファーがボッテガ・ベネタの広告を手掛けており、アート・オブ・コラボレーションと題されたシリーズでは、ユルゲン・テラー、ロバート・ロンゴ、ナン・ゴールディンなどが撮影した作品が広告を飾っている。2012年、ボッテガ・ベネタの歴史と職人技を紹介する初の書籍を発行。 この本は、トーマス・マイヤー、想定を手掛けたサム・シャヒット、ファッションジャーナリストたちが協力して作り上げたものである。ファッションエディターたちが、明らごとに、ハンドバッグ、レザーグッズ、スーツケース、シューズ、ウィメンズウェア、ジュエリー、メンズウェア、ファニチャー、インテリアグッズ、時計、フレグランスに関するマイヤーのデザインを説明している。この本ではまたボッテガ・ネタの製品が手作業で、 丹念に作り上げられる様子や、ボッテガ・ベネタの代名詞であるイントレチャートの編み込みも、スリップカバーをはじめとして紹介されている。アート・オブ・コラボレーションプロジェクトが詳しく説明された2冊目の本も2015年10月に出版された。2013年、ボッテガ・ベネタは、モンテベロ・ビチェンティーノに、新しいアトリエを、オープンした。グリーンビルディング認証制度リードのガイドラインに沿った。 この施設の修復、建造もマイヤーが監督に当たった。マイヤーは、ボッテガ・ベネタが、ビチェンツァで事業を続けることが、ブランドの伝統と理想を守り、育てる上で欠かせないことだと語っている。アトリエには、アーカイブ、美術館とともに、ボッテガ・ベネタで働く職人たちが技術を習得するための学校も併設されている。この学校はもともと、職人技の重要性を認識し、 イタリアにおいて熟練の各職人が減少している現状を憂い、次世代の各職人を養成し、支援することを目的として2006年夏に開校されたものである。ボッテガ・ベネタの職人は、この学校での3年間に及ぶコースを修了して、初めてアトリエで働くことが認められる。ボッテガ・ベネタの2012年に出版された本の序論の中で、マイヤーは職人技として、 形になっている知識や文化的財産が消えてなくなってしまうのは甚大な損失である。こうした職人技の中には職人たちそれぞれの創造性と人類の歴史等を織りなす貴重な糸が詰まっているからだ。と書いている。この職人養成学校はまたベネツィア建築大学と提携しハンドバッグのデザインや商品開発に関する大学院課程を設けている。 このコースで学生たちはデザイン工程の最初から製造段階を通してボッテガベネタのブティックでの商品販売に至るまでの業界の様々な分野における実地体験ができる。ボッテガベネタの販売網はヨーロッパ、アジア、オーストラリア、南米、北米を網羅し全世界に及ぶ。現在43カ国で251の直営店を展開している。 2013年9月、ボッテガベネタ発のメゾンがミラノのサンタンドレア通りに面した歴史的な建物の中にオープンした。1000平方メートルを超える巨大ブティックの1階では、デザーグッズ、メンズとウィメンズのプレタポルテ、靴、ジュエリー、アイウェア、フレグランス、スーツケース、インテリアグッズのコレクションをはじめとする、ボッテガベネタのあらゆる商品を取り扱う。 同様のスケールのメゾンをニューヨークにもオープンする計画も進んでいる。また2015年、ミラノのボルゴスペッソ通りにイタリア初となるホームコレクション専門のブティックをオープンした。18世紀に建てられたパラッツォがララーティスコッティ内にある200平方メートルの広さの1階は、マイヤー自身が設計を手掛け、家具、照明、卓上製品、 室内装飾品などが陳列されている。2016年5月には2店舗目のメゾンがビバリーヒルズにオープンした。ありがとうございます。